こんにちは。風が強くなってきましたね。どうぞお持ち物など飛ばされませんようご注意ください。それではこれより憲法瞬間のプレステージを始めたいと思います。演奏してくださるのはベーソンズの皆さんです。死刑廃止イベントや選挙や民主主義、ジャーナリズムとは何かを問うロードムービーを制作されています。どうぞお楽しみください。皆様こんにちは、 The Basons です。固めのダンスロジキー That's Later on MIC、 笠原大作 on the bass、 太田浩二 on the drums、 ホーン&シンセサイザー権藤智彦、5月の3日決めた、朝から出かける支度をしてから国際展示場、天気も上々、気持ちも上がりっぱなしさ。今日はどんな奴らが出るのか、今日はどんな話が聞けるのか、今日はどんな景色が見れるのか。ワクワク死ぬから出かけたら、まずはメインステージ、いい景色が見れるぜここで、隣のバーベキューで美味しいステーキ、焼ける匂い煙が立ってる、誰が出る誰が出る、名前を見る名前で気づく、The Basson The Basson エイエイエドイエイエイエドイいいのすすり間違い、いいのすすり間違い、 The Bass B-A-S-S Bass、 これが低音 Bass B-A-S-S Bass 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 Hit it Eat it Beat it Read it Eat it Beat it You gotta beat itダベイソンズ、よろしくお願いします。ダスレイダーと言います。よろしくお願いします。今日は
憲法記念日です。改憲だ、合憲だ、憲法について議論するのが大事だ、憲法を審議するのが大事だ、憲法について話し合うのが大事だ、議論を封じるとは何事だ、そういった声がいろいろ出ますが、そもそも何を改めるのか、何を守るのか、何について考えるのか、何について話しているのか。78年前に何が始まり何が終わったのか。もしこの憲法記念日に、いやいや憲法なんてもう80年近く変えてないんだから変えた方がいいって言うんだったら、何をそもそも変えようと思っているのか。そしてこの日本社会が、今この現在の日本社会が、そもそも民主的な憲法を書く能力を持っていると一体誰が言えるのか。そもそも日本国憲法が誕生した時に、この日本という国は民主主義っていう看板すら上げることができずに、自分たちが何をやっているかも分からずに、自分たちが何を始めるかも分からずに、それでもこれからお前たちは民主主義で行くんだぞと、でっかい看板を先に上げて、そしてとりあえずよちよち歩きで歩き始めて、80年歩いた今、ちゃんと民主社会の制度だけではなく中身も伴った民主社会がちゃんと出来上がっているならば、そこで初めて民主社会の主権者として憲法を書く能力があると胸を張って言えるでしょう。果たして今それが言えるのか。果たして今自分たちが何を改め、何を守り、何を話し、生活する上でのどの方向を目指し、自分が立っている大地がどのようにして輝かされ、自分が吸っている空気がどのようにして上昇され、そして自分の手にどんなパワー権利があるのかを分かっている人が何人ぐらいいるんでしょうか。78年前に大きく大きく掲げられた国際協調、なぜあのタイミングでもう二度と戦争をしないと、日本国が、この日本国が憲法で宣言しなければいけなかったのか。なぜだ。それから78年経っても、その国際社会で名誉ある地位が気づけてないとしたらどうしてだ。高すぎる理想、現実に合ってない理想、でもなんでそこを目指そうと思ったのか、いやそもそも目指そうとしていたのか。あの時、君たちはここを目指すんだよと言われっぱなしで、目指してる方角すらも分からずに歩き始めて、気づけば生活も良くなり、気づけば景色も良くなり、気づけば天気も良くなり、いつしかそれが当たり前になり、そうさ、我々は世界に冠たる民主主義国家の日本国でありますから。果たしてそうなのか。果たしてこの有明防災公園にいる全ての人が、国際展示場、東京テレポート、東京23区、本州、四国、九州、北海道、沖縄の全ての人たちが、自分たちの思いで、自分たちの考えで、自分たちでこの国の在り方を決めてるんだという自覚がどれだけあるのか。この78年で果たして憲法の前文に書いてある主権在民を
望のうちのどれだけの人が自覚しているのか。そう、俺なら決めれる、私なら決めれる、私ならこうする、あなたならこうする、こうした人々の総意が今の日本のこの形を作っていると断言できる人がどれだけいるのか。今この日本は主権者たる我々が決めた憲法にのっとったその方角を目指して歩いていると胸を張って言える人がどれだけいるのか。そもそも自分たちがどこに向かって歩いているのか、どこの空気を吸っているのか、どこの空を見ているのか分かって毎日を生きている人が一体どれだけいるのか。もしみんなが笑っているならば、確かに自分たちの民主主義の憲法を書く能力があると言えるでしょう。有権者になってから選挙に行って投票して選挙に行っても何も変わらないと言っているその口が、自分に本来は変える権利が与えられているということに気づいていないのは一体なぜか。政治家なんてのは信用できねえ、あいつらどうせ何もやってくれねえ、いつの間に自分たちの代理人である政治家があいつらという他人になってしまったのか。政府なんてのは嘘つきだ、あいつらろくに仕事もしねえ、官僚なんてのはろくでもねえ、腐敗しちまっている。いつから主権者の代理人の中から選ばれてるはずの政理が、政府が、政権が信用できない、自分たちなのに自分たちが信用できない、自分たちが選び自分たちの代わりに議論する憲法の全文の一番最初に書いてあるその政府を自分たちが一切信用できない、そんな社会で憲法を記すことならできるのか。78年前の自分たちに比べて一体どれだけ歩みを進めることができたのか。一体どれだけ民主主義社会を自分たちのものにできたのか。一体どれだけ民が主になれているのか。2023年の5月3日憲法記念日に考える、我々は今自分たちの憲法を書く能力を持ち得ているのか。5月3日の憲法記念日に考える、我々はいつになったら民主社会の中で生きることができるのか。5月3日の憲法記念日に考える、78年経ってなお看板を出しただけで中身が伴っていないのであろうか。5月3日に考えましょう。ありがとうございます。 The Basons です。憲法っていうとどの条文がとか、全部覚えてるのかとか、細かい話をする。細かくねえよ、大事な話だよ。いやそうだけどさ、ザクッとどういうことなんだよつって、いやこれはさ、いっぱい失敗してきたから、人類はとにかく失敗だらけなんだ。人間なんてろくなもんじゃねえから、一人の人間なんてちっぽけな存在で、すぐ間違えるし、すぐ謝る。だから失敗したのはなんでなんだ、こういう失敗したんだっていうのをちゃんと共有しとこうよ、明文化しておこうよ、そしてこの失敗はもうやめとこうよ、こういう失敗したらもう次は大変なことになるよ、もうえらい目にあったじゃないか。5月3日に考える、沖縄で多くの方が亡くなって、その時に本土決戦を避けるって話が出た時に、なんで沖縄の土は本土日本の土ではないのかと、そういった失敗を犯さないように、いろんなことが起こったけど、
次は、次こそは、次こそはって。でも、その次が、会った人は良かったよね。次があったから明日が来ると思ってるんでしょ。普通に生きてて明日来るよって。明日何しようかな。5月5日、子供の日や恋のもんでも見ようかなって。明日は来る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 って当たり前に思ってて。でも本当に明日は来るんですか。本当にみんなの前に明日はやってきましたか。あの日、例えば沖縄の渡嘉敷島に暮らしていた子供の明日の予定は立てられたんですか。東京の下町で暮らしていて、来週は家族で出かけようって出かけることはできたんですか。呉の港でお父さんが仕事してて、次の休みには家族で弁当を作って出かけようって出かけることはできたんですか。失敗はしょうがねえ、失敗はしょうがねえ、明日が来るよ、明日になれば明日の風が吹くよって明日の風を感じることができた人は一体何人ですか。二人が歩いてく砂浜、手をつないでる。お兄ちゃんは君の手を握って、これが君の大好きな人形だから大事にしなさいってゆっくりと手渡して、妹はそれを握りながら、どうしたのお兄ちゃん、この人形は二人で遊ぶ約束だって、なんで私に渡すの、なんで私にこの人形を渡すの、知らんの海は変わらずに穏やかな波しぶき、ぐるっと道路を回りゆっくりと車が進んでいく、桜の枝を折りその先には花が咲いている、少女はそれを手に取り空に向かってそれを振っている、3日間だけはここに僕はいることができるから、3日間だけはこの半地下の三角屋根の閉鎖の中の同い年をした仲間たちと一緒の寝床の並んでいるこの寝床の一つ一つの布団の下のすすり泣く声を聞く夜中の、それでも確かにお兄ちゃんはこの人形を君に手渡したから、確かにお兄ちゃんはこの瞬間に君の手を握ったから、その年は1945年のその月は4月のその空は真っ青の、澄み渡るその空の先のその先まで飛んで行けるからって、お兄ちゃんはあっちに向かって飛んでいくからって、だから心配しないでもいいよ、戻ってこれなくても心配しなくていいよ、今日はたらふくを食べよう、そこの食堂でご飯を食べさせてあげるよ、二人で並んで食卓に座ってほかほかのご飯を頬張って、確かに白いご飯は珍しくて、でもこの時だけはこの時だけはもしかしたらこれが最後の、もしかしたらこれが最後の、もしかしたらこれが最後の、最後の晩餐、もしか
ンさん。去年鹿児島にライブで行った時、知らんのの博物館を訪ねた。たくさんの手紙が飾ってあった。一枚一枚の便箋にはびっしりと母親に向けての言葉が並び、育ててくれてありがとう母上様、ありがとう。不思議なことにそこに並ぶ手紙の数々には、父親に向けてのものは少なくて、不思議なことにそこに並ぶ手紙の数々には、母親に向けての言葉が並んでいて、小さな妹にはこれを残してあげてほしい。あの時に家族で食べたご飯がとても美味しい。僕は空に向かって飛んでいくから、そうすることが良いことだと言われているから、そのために僕は隣にいる仲間たちと万歳三唱したから、そうさ最後の瞬間まで笑顔で新聞社の取材に答えたから、だからこの言葉は母上様だけのためにしたためて、だからこの言葉は父上の目の届かないところに届けて、だからこの言葉は僕がいなくなってから封を開けて、あの日の空も青くて、いつもと変わらぬ雲が流れて、知らんの海は静かで、その先には沖縄の島々が並び、そうさそこに向かって僕たちは飛び立ち、そのままそのまま空のその先の星になれればいいのにさ、もしかしたらこれが最後の、もしかしたらこれが最後の、もしかしたらこれが最後の、堂々と泣くことができないの、なんで肩を震わせてるの、どうすればよかったの。僕は18になったばかりだけど、隣の子はまだ17歳だよ。それでも空は変わらずに、今日2023年の5月3日のこの空と変わらずに、見上げた空のこの雲と変わらずに、少女たちは桜の枝を振る、いってらっしゃいいってらっしゃいと桜の枝を振る。一人また一人と飛行機に乗り、エンジンをかけ飛び立ってゆく。妹は次の日に砂浜を一人で歩く、片手に人形を握っている。もしかしたら、もしかしたらあれがお兄さんとの最後のアンサー。それが憲法であるとするならば、そこに記されたその失敗の数々を、一つ一つの失敗の数々を数でくくったら簡単だ。一人が100人だ、1000人だ、1万人だ、10万人だ、100万人だ、1000万人だ、数でくくったら簡単だ。その失敗の数々は、その一つ一つを名分
つ一つを胸に刻んで、一つ一つの命が空に消えていった。一つ一つの手が握っていた、一つ一つの手がしたためた一枚一枚の便箋の、その一つ一つの文字を、それがもし人類の失敗を明文化したものならば、その一つ一つを胸に刻み、その一つ一つを明日につなぐ。この失敗を二度と犯さないと誓った国際社会の中で、名誉ある地位を得るたびに、我々は5月3日も1945年のあの5月3日の空と同じ青い空を、そしてそこに消えていった一つ一つの妹に向けての、母親に向けての、父親に向けての、友達に向けての、そして78年後の僕たちに向けての一つ一つの文字を改めて明文化して胸に刻みましょう。5月3日憲法集会、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ザ・ベイソーズです。ダス・レイダーと言います。よろしくお願いします。ベース勝原大作、ドラム太田浩二、ホーン&シンセ権藤智彦。あと8分ぐらいあるのかな、もうないのかな、もうない、もう時間はない、時間はないです。皆さんありがとうございました。今日は5月3日憲法記念日なので、そもそもなんで僕たちの憲法が今みたいな形で存在しているのか、変えるとか守るとか、そういった話をする前に、自分たちは何を持っているのか、自分たちは何を託されているのか、数で言ったら何万人とか何億人とかっていう、一言で表せるけど、その一つの言葉の中には、一つ一つの命と、その命にまつわる命と、その命にまつわる命にまつわる命と、それぞれの物語と、それぞれの時と、それぞれの思いがあって、なかなか簡単にはいかないことだってみんなが分かっているけど、人間一人一人なんてのはしょうがない、しょうもない、知恵も足りない。だから集まって、なんとかいい形にしていこう。一人の偉い人に任せるんじゃなくて、自分たち一人一人で決めていこう。確かに足りないところもある。でも確かあの人はこういうことが得意だったよね、あっちの人はこういうことが得意だったよね、自分はこういうことができるよね、デコボコデコボコの人間だけど、集まりはなんとかなんじゃないの、なんか形になんじゃないの。その時に、まあでもこういうことやっちゃいけないよねとか、ああいうことやっちゃったよねっていうのを文字にしたためて、そしてみんなでシェアして、そして明日を歩いていくための、そういったことを考える5月3日憲法記念日。この後大集会が始まりますが、大事なのは聞いて受け身で、ああそうだそうだと言って帰ることではなくて、隣の人と話して、後ろの人と話して、帰り道に話して、ご飯を食べながら話して、音楽を聴きながら話して、なんとかみんなで少ない知恵を持ち寄って、話して話して話して時間をかけて、なんとかやっていける、そういったことができる余裕のある社会になっていけばいいなと思います。今日はありがとうございました。これから
憲法集会入ってまいります。 The Bassons B-A-S-S-O-N-S。 またお会いしましょう。ベーソンズの皆さんでした。ありがとうございました。ここで本部からいくつかお知らせがございます。先ほど来皆さんにお願いをしております。今日ご参加ありがとうございました、お手洗いですけれども仮設トイレが病院が